僕の思い出、沖縄の人、四万十だから、はい、皆さん、優しさ、よろしくお願いいたします。僕が生まれた、この島の空を、僕はどれぐらい知ってるんだろう。輝く星も、流れる雲も、でも誰よりも知っている。悲しい時も嬉しい時も何度も見上げていたこの空を、はい、教科書に書いてあることだけじゃわからない、大切なものはきっとここにあるはずさ。それが一番重要だ。氷言ってますよ。ちょっとそのかき氷の後ろのお父さんもここ血管切れるで気ぃする。あいやー言うて、あいや出ました。ちょっと煙上がってますね。あいやーって、なんか知らんけどアキレス腱切りそう。コンクリート上で大丈夫かな。ヘルニアですか。ボロボロですね。いや多分ヘルニア違うと思いますよ。そんな動けるとヘルニア違うと思いますよ。健常者やと思います。はい、何、もう唐突に呼ぶね。読んでただけってやつやね、これ。あ、じゃあこう話しちゃうだけ。そう頭いいな、こう返事してやるか。頭いいですドサクサ。トミーさん、はい、ちょっと実はですね、はい、せっかくあのお客さんたくさん、はい、あの足止めてしまったので、はい、僕今日試合前にここでちょっと目撃したんですけど、はい、これこいつ、あ、これ開けへんわ。ゴーヤゾンビって知ってる？1、2、3、4、ゴーヤゾンビかなんかやつやな。ゴーヤゾンビっていうのはずっと看板で出たの。僕はゴーヤゾンビと間違われることはない。ゴーヤゾンビは違うんですよ。うん、せっかくだからここにいてるお客さんに、うん、ゴーヤゾンビ目撃してもらおうかな思って。どう呼び込むの。いや、ゴーヤゾンビを扱う得意な人が2人おって。ゴーヤゾンビ使い、ひょっとして我々のことでしょうか。ちょっと一発で、はい、ここの人に、ね、ゴーヤゾンビやっつけてもらおうかなと。とどめ、とどめだけさしてもうて。おお、そうしましょう、そうしましょう。ゴーヤゾンビとどめさして、はい、なんやったら最後の最後に、はい、トムさんに、はい、生スカイ歌って、お、はい、ね、まあ、ちょっとゴーヤゾンビの飼い主、はい、飼い主ってわけではないんですけどね。まあでも言ったら飼い主ですよね。僕はね、育てたんでね、はいはい、いるかもしれませんからね、はい、ちょっとゴーヤゾンビいますか。いるんですかね。この人らは何や、あのゴーヤを育ててはる農家の方らしいんですけども、なんか8号ってハウス栽培しとったらゴーヤがゾンビになってしまって、これ水分うるさいな、何や。いかん、怒った、怒らない、怒っちゃった、引いちゃった。泣いてない、大丈夫だ。泣いてない、はい、本当。いや、でも泣けへんの知ってる。はい、で、その、そうで、なんて言ったら、はい、そうです、ハウス栽培してたゴーヤが干からびて、なんかゾンビになってしまったんですよ。そうなんですよ、はい、だからそれをちょっと、なんやったらもうなんかしないけど、はい、とりあえず来てもらおうか。来てもらう。なんやゴーヤゾンビ。来てもらうって。出てもらいましょうか、じゃあ。まあ、出てもらえるんですかね。そんなすぐ出てもらえるもんなんだな。出れますね。ゴーヤゾンビ。行けます。ゴーヤゾンビ出ない。まあ、まずは水鉄砲をやる、ね。用意しなきゃいけないんです。はい、そうですね、はい。倒さないといけないので。ではね、たくさんこうやって集まっていただきましたので。はい。うん、水鉄砲の数だけ。はい。最後、水鉄砲数だけ。11本かな。お兄さん11本ですかね。何本あります？11本で。11本。わかりました。では、お子様優先的に、はい、お子様優先的に、はい、11名、お子様優先的に選ばせていただきます。はい、